私の50年間のカイロプラクティックの歴史についてこのところお話ししたんですけども、硬い話ばっかりではちょっとくたびれるという話も出てるので、最初にアメリカに行った時のような感じのこととかですね、ちょっとお話をしていきたいというふうに思っております。初めて行った時の特徴的に覚えてるのは入国管理のところですね。そこのところに行った時に通過する時にロサンゼルスでお前どこ行く、オマハ行って、観光に行きますって、何言ってんだオマハなんてのはトウモロコシだけで何もないじゃないかというふうに言われました。しょうがないから、まあ、友達に会いに行くんですというような感じで痛感したのなんかも覚えております。また時間が少しあったので、オマハに着いてからちょっと散策をした。それでミズリー川のところですね、見に行ったらアメリカ人が釣りをしてたんですね。で何釣ってんのかと思ったらナマズが釣れていた、それと鯉が釣れてたんですね。ところが我々みんな英語が非常に不得意で、通訳ついてのセミナーでしたから、鯉のことキャットフィッシュが逆に出たんですね、ナマズが。ところが鯉ってのは何だ、ラブかな、ラブじゃねえだろって誰も分かんなかったんですね。広島カープを思い出せばカープってのは分かるんですけども、そんなような状態でアメリカに行きました。こんなのも面白い話ですけども、あとは自動車ですね。初めてアメリカに行きました。自動車、走ってる自動車がロスあたりはオンボロ車です。こんなひどい車が走ってるのかというような車が走ってました。ところがオマハ行ったら割と綺麗なんです。みんな車体が綺麗でも、よく見てみろって言われて、よく見たら車体上のいわゆるカバーの部分と下のシャーシの部分のところ、間のところがみんな錆びてるんです。ですから長持ちしなくて、みんな途中で捨てるんだそうです。その原因は何かというと融雪剤、雪が冬になると雪が深い、ですから融雪剤をまいて、塩をまいて、それで車が下から傷んできちゃうという状態で、シャーシが傷んじゃうとさすがに上ボロでも走るけど、下がボロだと走らなくなっちゃうというような状態のことでっていうようなことも習いました。それと寒暖の差が非常に大きい、大陸のど真ん中ですから、昼間あったかいのに夜ものすごく寒くなって、霜が降りて翌朝自動車を動かそうと思うとワイパーが動かない、凍りついちゃってるというような状態とかですね。それ9月の話ですね。9月の話で、朝晩昼間は結構暑いのに夜はすごく寒いとかいうことがありました。それと、セミナーに参加するした後ですね、文化祭に参加させてもらいました。ロサンゼルスカイロプラクティック大学ですね。文化祭を見学するときにちょっとなんか薄暗い部屋があるなと、そしたらジュラルミンのなんかでかい箱が置いてある。私の家内も一緒に行ってたもんで、やめりゃいいのに、それ蓋開けて中見たら死体が入ってるんでびっくりしたっていうような、こんなことなんかもありましたね。それとアメリカの先生が、面白い先生がいて、まあ、マークピークって有名な先生ですけども、日本だったらば完全にもう失脚するというような、尺骨の部分、尺骨の太い方じゃなくてその細い方のところにこういう鉄ので作ったこういうものを作って、そこに尺骨の先にこうくっつけてある。それで黒板で説明するときに、それで指さして説明してるというような感じで、で面白い格好をして、仙人みたいな格好をして、頭ももさもさの仙人みたいで杖をついて歩いてると。でその杖のグリップが大腿骨頭のところ、大腿骨の大天使から下のところで切ったこういう感じの、こっから切ったものを、これをグリップにして杖ついて歩いてるという、ちょっと常識じゃ考えられないような、日本では髪に耳ありと言って、解剖の時間に耳を切ったやつを画鋲で壁にくっつけて退学になったという話がありますけれども、
アメリカあれで許されるのかなというような状態になりました。それから何回もアメリカ行ってるうちに、解剖学を実施してくれて、解剖をやりました。